2023年シーズンから新井政権がスタートした広島カープですが、実は広島にも長い暗黒時代がありました。今回はそんな広島の暗黒時代の面白いエピソードを50個ご紹介します。暗黒時代のカープは1998年から2012年までの15年間で8度も5位に沈むなど、5位が定位置となった。1990年代末期、野村健次郎選手、正田幸三選手という90年代に二遊間を組んだ選手の世代交代が必要になった。彼らの世代交代が始まる1999年頃からエラー数が激増。1999年、2005年まで失策数7年連続ワースト1位と守備の乱れが顕著になった。2000年代中盤、セリーグ全体の投手打工の影響もあり、濃速のベテラン選手や外国人選手の増加により得点力をホームランに依存するようになり、前田選手、島選手、尾形選手は主軸の好成績の割に得点数が伸びないという事態に。そして2009年に広島市民球場からマツダスタジアムへ移転し、球場が広くなった影響もあり、得点数リーグ5位、本塁打数リーグ最下位に沈む。逆指名制度導入後、2000年頃には契約金が高騰。また契約金とは別に功労金や栄養費を渡す球団も出ており、広島はこうした新人選手の契約金高騰の流れについていけなかった。1998年から2006年までの8年間で逆指名、自由獲得、希望枠による獲得選手はわずか4人にとどまった。特にドラフト上位で優先的に確保される大卒、社会人投手は逆指名、自由枠で指名されることが多かった。このことは広島の投手陣の人材不足の大きな原因となった。また FA 制度の導入後、 FA 宣言して好条件で残留するという宣言残留の流れが盛んになったことで、選手の年俸が高騰する土壌が生まれた。これにより90年代の10年間だけで NPB 全体の年俸は10倍になっている。しかし広島は厳しい財政事情から再契約金高騰の前例が作られることを懸念し、 FA 権行使後の残留を頑なに認めなかった。これにより1999年オフに江藤聡選手、2002年オフに金本智明選手、2007年オフに新井貴浩選手と4番打者が相次いで FA 制度を利用し退団。さらに黒田博樹選手も2007年オフに海外 FA 権を行使しメジャーに渡った。資金力不足は広島が発掘し、チームで活躍した外国人選手の国内他球団への流出を招いた。例を挙げるとロペス選手、ミンチー選手、レイビー選手、ラロッカ選手、シーツ選手といった外国人たちが国内他球団に流出した。逆に国内実績のある選手の獲得はシュールストロム選手、アレックス選手、マクレーン選手など旬を過ぎたベテラン選手の獲得が少し行われただけだった。若手投手は短期間においては素晴らしい活躍を見せたものの、投手不足のチーム事情による酷使の影響もあり、いずれの選手も故障に悩まされた。2004年に一条事件、2007年に西武ライオンズのアマチュア選手への金銭供与問題と希望入団枠制度をめぐる裏金問題が相次いだため、2006年を最後に逆指名、自由枠制度は廃止となった。以降広島も有望な大卒投手を上位指名で獲得できるようになり、少しずつ投手陣が整備されていった。2010年に就任した野村健次郎監督は就任会見場で、目指すのはクライマックスシリーズではなく優勝と高らかに優勝宣言するも、球団史上ワースト2位となる58勝84敗2分の5位でシーズンを終了。2010年6月7日の対オリックス戦では、ア・リーグ記録の10者連続安打を含む25安打を打ち込まれ、21対10というにわかに信じがたい敗戦を喫する。そんな中でも一筋の光があった。プロ3年目で初の開幕投手に抜擢された前田健太選手はチームで唯一規定投球回数をクリア、15勝8敗、防御率 2.21、174奪三振で投手3冠を達成、沢村賞も受賞し看板選手に成長した。1998年に入団したネイサン・ミンチー選手は来日1年目から中4日で登板し、同年のセリーグ最多先発登板の35先発、リーグ最多投球回である236イニングを記録して15勝11敗、防御率 2.75 の成績を残したが、2000年オフに年俸の高騰により退団。1999年のドラフト会議において、近鉄、中日と競合して川内孝也選手の指名権を引き当て、松田康平オーナーから受け取ったラッキーストライクを懐から取り出してその喜びを表現した。松川監督は2000年9月の巨人戦で新井貴浩選手の明らかなファウルボールをホームランだと抗議し、三塁ベースコーチの阿部圭司選手、三塁走者だった金本智明選手に加えて巨人の三塁手だった江藤聡選手、さらに三塁塁審にまで笑われたことがある。
1999年シーズンは投手陣がボロボロでピッチャーの頭数が足りなかった。それに加えて当時の外国人枠の関係で外国人投手は2人までしか使えなかったため、打開策として野手登録していたフェリックス・ペルドモ選手をピッチャーとして登板させたことがある。また代打でペルドモ選手を送りそのまま登板させたことがある。1999年、鬼軍曹として知られる大下武氏をヘッドコーチに招いて胃から汗が出るほどの猛練習で若手の底上げを図ったが、選手と年が近かったため投手交代時に変えてもいいかと聞くなど選手に厳しく接することができない時もあった。キャンプ中にノックを受けていた野村健次郎選手が興奮と疲労で判断力が限界に達し、グラブを投げ捨てノックを素手で挑んだ。容赦なく飛んでくる球をむき出しの手で取ろうとしたが取れないどころか指を負傷、翌日には左ふくらはぎ痛も発症し離脱の浮き目を見た。西武松坂選手にバレンタインのチョコ1200個が届いたが、広島はチーム全体で百数十個のみだった。キャンプでは伝統の猛練習の結果、嘘か本当かは謎だが投手は笹岡以外全員リタイア、野手も故障者続出で紅白戦キャンセル、強制送還者で大野練習場が大にぎわいなどの見出しが横行した。1999年のヤクルト戦、一塁に新井貴浩選手、打者はエディ・ディアス選手の場面。ディアス選手はレフトへ大飛球を放ったが、ギリギリ守備がキャッチしたと勘違いした新井選手は一塁に戻ろうと逆走、しかし実はホームランでディアス選手に追い越されたため判定はアウトになった。2009年6月対ロッテ戦、6回、いずれもプロ野球新記録となる1イニング打者20人の攻撃で15打点で15得点を挙げられ、14連続得点も新記録で、10打数連続ヒットはプロ野球タイ記録となり、48分間にもわたった攻撃を挙げた。2011年5月26日の西武戦の5回から続けていた連続イニング無得点がオリックス戦の6回までで50イニングに伸び、1996年にヤクルトが記録した49イニングを15年ぶりに更新。1993年5月19日対ヤクルト戦、ヤクルトは2対5で迎えた3回裏に福山貴博選手の1イニング2本塁打を含む一挙11得点の猛攻で逆転、大量リードを奪うも、その後広島にじわじわと追い上げられ、8回にパーボールを挟んで6連打を浴び、ついに同点に追いつかれる。その後広島笹岡慎二選手とヤクルト山田勉選手の行き詰まる投手戦を経て、最後は14回裏ヤクルトのレックス・ハドラー選手によるサヨナラ打で決着した。試合が終わったのはなんと日付もまたいだ午前0時6分、5時間46分、両軍合わせて42安打のこの試合は未だにプロ野球史上最大スコアでの1点差試合として語り継がれている。1998年から2012年にかけての広島を代表例とする再開にだけはあまりならないが、再開回避によってかえってチーム改革が進まず安定した低空飛行を続けるという状況は時に広島型暗黒と呼ばれることもある。2004年、広島が横浜より先に全日程を終え、横浜の残り試合の結果次第では広島の再開もありえたが、横浜が最終試合で敗北したことでゲーム差なしの勝率9も2し 0.0092 差で5位をつかむ。1995年ドラフト3位でカープに入団したブラジル生まれの日系三世玉木茂雄選手、1年目から30試合に登板すると中継ぎとして一軍に定着し、1999年に帰化、2001年には62試合に登板して9勝をマークするなど苦しい投手陣を支え続けた。ドミニカ共和国にある野球アカデミー、通称カープアカデミー、外国人選手の発掘育成のため1990年に6億円を投じて作った日本球界史上初のアカデミー。過去にはロビンソン・チェコ選手や日米通算2000安打を放ったアルフォンソ・ソリアーノ選手などが在籍していたが、2000年代からは縮小の一途をたどり、2012年には4名しか選手がいなかった。2003年に入団したクリス・ブロック選手はボークのシーズン記録11という当時のボークの日本記録保持者で、1試合3ボークのプロ野球タイ記録を樹立。しかしながら持ち味はむしろ打撃にあり、初本塁打は工藤公康選手から放ち、ある試合の9回裏ノーアウト1塁のチャンスでまさかの代打ブロック選手が指名されるほど首脳陣の信頼を勝ち取っていた。2000年ドラフト7位で入団した岡上和則選手、2003年10月のヤクルト戦でプロ初本塁打を放ち、お立ち台に上がると緊張からインタビュアーに何を聞かれてもどこか上の空ではいと答えるのがやっと、そのか細い声に当時の広島市民球場のスタンドからは声が小さいぞのヤジも聞こえるほどであった。最後にインタビュアーがファンの皆様に一言と聞かれ、もはや言葉が出てこずキョロキョロとするばかり、最後に小さな声で頑張りますんで応援よろしくお願いしますというのが精一杯だった。2004年から2014年までの11年間で5月5日終了時点の順位より最終的な順位が良かった年は2度のみ、勝率で見ても5月5日終了時点より
それ以降の勝率が上回った年は4度のみである。まさに広島が強いのは鯉のぼりの季節までとなってしまっていた。2005年広島、木村和義選手がキャンプ中、背中に森伊蔵を飲んだのは私ですとの張り紙をつけてグラウンドに現れた。山本浩二監督が宿舎で愛飲していた幻の名酒芋焼酎森伊蔵を盗み飲みしていたことがバレたことによる罰則を受けていた。2006年9月対横浜ベイスターズ戦、5対5の同点のまま迎えた10回裏ツーアウト満塁で、横浜の才木貴弘選手は広島の長川勝弘選手が投じたフォアボール目を打ったがファウルボールになった。この時広島の捕手の石原良幸選手のミットに才木選手のバットが当たっており、打撃妨害が認められて才木選手に一塁進塁が与えられた。押し出された三塁走者が生還し、横浜のサヨナラ勝ちとなった。2006年5月7日、就任1年目の広島マーティ、ブラウン監督がベースを投げて退場処分となった。試合後、ベースをぶん投げたのは、他に投げるものがなかったからだ。生涯で初めてだとコメント。韓国時代に長年4番を務めた栗原健太選手の2007年から2010年の本塁打数マイナス1が日本に到来する台風発生数になっていた。1999年入団の東出明宏選手は阪神、今岡誠選手と顔が似ていて生き別れた兄弟と言われていた。今岡選手が凡退すると東出、打てと言われていた。2009年の広島にはクリストファー・スコット・ドーマー選手、スコット・マイケル・マクレーン選手、スコット・アンソニー・シーボル選手とスコットが3人在籍していた。2010年8月の横浜戦、村田選手が放ったホームラン性の打球を赤松雅人選手が電光石火のごとくフェンスを駆け上がり見事にキャッチ。まさに俊足を生かしたミラクルなプレーを見せた。2011年5月の対オリックス戦、野村健次郎監督は投手である岩村武史選手を偵察要員として起用する。だがよりによって指名打者に起用してしまった。普段は指名打者のないセリーグの人間とはいえ、指名打者に偵察要員が使えないのは野球好きには知られたルールであり、ファンならともかくプロ野球の監督がルールを把握していなかったことによるこの失態は大いに失笑を買った。2009年6月の対西武戦、4対4同点の延長12回裏ノーアウト満塁、1打サヨナラ負けの大ピンチにブラウン監督は奇策を用いた。投手を林選手から青木選手に変えるとともに、レフト末永選手を下げ内野手の小久保選手を起用。小久保選手はレフトではなく三遊間のセカンドより、ショートそよぎ選手とセカンド東出選手の間にポジションを取った。見慣れぬシフトに観衆がどよめく中、西武の代打黒瀬選手の打球は小久保選手の真正面へ。本来ならセンター前ヒットとなる打球だったが、レフト、キャッチャー、ファーストの珍しい併殺プレーが完成。この後シフトを通常に戻し後続を打ち取って危機を脱出した。2009年10月の対巨人戦では9イニングで1時間52分というスピード決着がついた。ただし時期的にも消化試合でチーム順位には影響を及ぼさないため1対0広島勝利で9回裏は行われないという条件付きだった。試合は広島先発の大竹選手が2安打完封、巨人先発ゴンザレス選手は8回完投で2安打1失点だった。1回裏に広島が1点を先制し、いわゆる隅1試合でその後は淡々とイニングを消化していった。ちなみに後に指揮官となる尾形浩一選手の引退試合でもあった。1998年ドラフト2位で入団した陽高光選手はプロ13年目の2011年に初アーチを放った史上2位タイの遅さの超遅咲き選手だった。2010年の広島は投手陣が総じて不調で、7月末にチューク選手を補強、8月の巨人戦で敗戦処理として初登板し、チューク選手自身の投球内容は2分の3回で6失点と極めて悪かったが、投球を続けるチューク選手の背中にセミが止まり、どれだけ立っても背中から離れない様子が映し出される。炎上が霞むほどセミへ注目が集まったマウンドであった。2004年に広島に入団したジョン・ベイル選手、シーズン開幕より先発ローテーションを支え11勝を挙げ高い奪三振率を評価されていたが、2006年に MLB へ移籍、そして2011年に広島へ戻ってきたが劣化が激しく1年の大半を2軍で暮らした。2009年8月5日対巨人戦、9回に長川選手が同点ツーランを打たれ、延長11回に横山選手がサヨナラツーランを浴びたこの試合のスポニチのネット記事、勝ちパターンも長川また方程式崩れたと平気でご記載。通算36年間コーチを務めた内田純造氏だが、36年間で広島と巨人の2球団を3往復しただけのコーチ人生だった。2001年5月5日子供の日の対ヤクルト戦、広島は金本選手、ロペス選手、ディアス選手による8年ぶりの3者連続本塁打が飛び出した。というわけで今回は広島の暗黒時代の面白いエピソードを50個ご紹介しました。今シーズンはぜひとも優勝争いを演じてほしいものです。
このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードを紹介するので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。